ごきげんよう、ニキサキノです。すっぴんだと声が小さくなりますね。なんか控えめになっちゃう。今日は私がリアルに使っているスキンケアを紹介していきたいと思います。やりながらやっていくので、まあそっちの方がわかりやすいかなと思って、スキンケアを紹介するというのが多分初めてなので、ちょっと緊張します。なんかさっき本当にさっきお風呂から出てきたので、だからめちゃくちゃ暑いし、血行がすごい良くなってるから顔が赤くなってると思います。でこう見てもらうとわかると思うんですけど、この辺がちょっとね今荒れててびっくりしました。最近ね連日外に出ることがあって、ずっと日焼け止めをねがっつり顔に塗ってる状態だと私やっぱ荒れるんですよね。どんなに合うやつでもちょっと肌が、多分マスクとかもそうだし、ちょっと疲れちゃうんだと思うんですけど、そういった感じでちょっと荒れ気味です。目の下の青ゴマはねこんな感じでもう健在です。で今回ね紹介するものはちょっとだけ値段が張るような高いものが多くって申し訳なくて、でも本当に使ってるものはね最近変えてそちらになってるので、よかったらね参考にしてみてください。肌のことは私結構一番お金をかけるんじゃないかなと思ってます。スキンケアが一番ちょっとお金かけてますね。じゃあ早速紹介していきます。まず化粧水を塗る前に先行美容液を塗っていきます。私が使ってるのはこの2つです。ダダーン、コスメデコルテのモイスチャーリポソームとランコムのジェネフィックアドバンストの N です。これがね大きいサイズになってます。私のやつは 200ml 入ってるやつを使ってます。でこれも2本目とかになりますね。で今回はちょっと保湿を今日はねちょっとしてあげたいなっていう気持ちもあるんですけど、ちょっとねこう肌荒れとかもしてたのでこっちにします。ジェネフィックは開けるだけで吸い込んでくれるので最後の一滴までしっかりとついてくれます。これはなんか美肌菌とかが入ってるから肌を底上げしてくれる感じで、肌のこうトラブルだったりとかちょっと肌を強くしてくれるような感じのものですね。全部に塗ります。本来はね私ね背中とかまで結構塗ってます。デコルテ背中とか首もそうだし、で私ちょっと顔触ると赤くなっちゃうんですけど、こんな感じ。サラッとしていて次の化粧水とか全然邪魔にならない感じで、ほんと水みたいな感じなの。全体的になじませたら、最近使っている化粧水はこちらです。キラキラ眩しいよねめちゃくちゃキラキラ。これはコスメデコルテのホワイトニングエマルジョンとホワイトニングローションです。これはね親友に誕生日プレゼントでもらって最近やっと使い始めたんです。こう紫外線が強くなって、やっぱり私すごいね日焼けするっていうよりかはくすんだりとかするタイプで、顔色がめちゃくちゃ悪くなったりとかするタイプなんです、日焼けすると。それをすごい最近実感して、ちょっとさなんか太陽に浴びるのいいなと思って、ちょっとだけ太陽に浴びたら一気に来ましたね、色々と。だからちょっとホワイトニング出そうと思ってホワイトニング使い始めてます。コスメデコルテのやつはさ、これもそうだったんですけど、初めてちゃんとなんて言うんだろう、スキンケアを使ってます。こんな感じのポンプ式で、これはエマルジョンから最初に入れていくんですけど、肌によいしょ、こんな感じ。私はね乳液はちょっとタイプちょっとだけ使ってます。でこれは本当はコットンに含んでスッシーっていう感じで塗っていくんだけど、私コットンだとちょっと顔が赤くなりすぎちゃうし刺激が気になるので手で塗ってます。本当はコットンの方がいいのかもしれない。でこの時にデコルテとか首とかまでしっかりと塗ります。浸透させるように塗っていきます。これなんかねちょっとローズっぽい香りでお花っぽい香りがしてすごくいい香りがする。保湿されてるっていうよりかはもっちりしてる感じだから夏に本当にぴったし。で余ったやつはちょっと手で拭いたりとか肘で拭いたりとかしてつけてます。それ結構大事だと思う。肘めっちゃ年齢出るよってすごいいっぱい言われるんですよ、いろんな人に。だから肘は昔から母にもすっごい言われてきたから、すごいしっかり塗ってるから多分普通の人よりちょっと良くなってんじゃないかなと思うんだけど、はい、こういった感じで、ちょっとね目の下のクマが本当にひどいですね。プルンとした感じで出来上がりました。したらローションを使っていきます。化粧水は500円玉くらい取ってしっかりと肌になじませていきます。私叩くというよりかはこういう感じでなじませていく方が好きだし、で手結構大きいんですね。だから手でこう包んじゃう感じでちょっと軽くポンポンポンとやりながら、バシ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 やる人もいるし、伸ばしながらこう叩く人もいると思うんだけど、首にも忘れずにしっかりと塗っていきます。むしろデコルテまでが買おうと思ってるから同じ隙
キンケアはしっかりしますね。ニキビ跡とかニキビで悩むっていうよりかは色ムラだったりとかなんか毛穴だったりとかそういうのの方が気になるんですよね。2回目です。しっかりと化粧水をケチらずにつけていきます。多分大体私がスキンケアするときは鏡に向かってしっかりするときもあるんだけど、割となんか音楽聴きながら楽しくやったりとかネットフリックス見たりとかそういうのが多いですね。疲れてても苦にならないです。はい、こういった感じです。化粧水塗ったら一気にこう肌がこうぐんと元気にちょっと透明感が出る感じになってるかなって思います。そうしたら私は、こちらを使います。じゃじゃん、シャネルのルブランユイルフェイシャルオイルです。じゃーん、こんな感じ。すごい可愛らしいですよね。で、私が初めて買ったホワイトニングの化粧水がシャネルのルブランだったんですよ。梅みたいな香りがして本当に香りに惚れたって感じで、しかもすごく保湿力が高くって、なんか乳液を溶いたみたいなミルクっぽい感じの化粧水がすごい好きで、未だにそれ好きだからやっぱもう一回買おうかなと思ってる。でも別になんかホワイトニングがどうこうっていうのは正直分かんなかったんですけどすごい良かったです。私にとっては匂いとか保湿が。でこれは1滴2滴ぐらいちょっとだけ取って、こんな感じちょっとだけ取ります。美容液の前に塗るオイルなのでちょっとしっかりと保湿をするような感じでただただ塗っていきます。ルブラーのシリーズの美容液をその時買わなくって、違うシリーズのエスティローダーの美容液が大好きなのでエスティローダーの美容液を今も使ってます。オイルつけたらよりツヤツヤってなった、いい感じ。そしたら私が今使っている美容液はこちらです。エスティローダーのパーフェクショニストプロブライトセラムです。これはブライトニングっていうかちょっと肌の明るさを均一にしてくれたりとか、あと発光成分とかが入ってるからくすみの原因だったりダメージとかにしっかりと効いてくれるやつで、これ新しくなったと思うんですけど私は古いバージョンを使ってます。まだエスティローダーの美容液はね本当に全体的に私はスキンケアラインめちゃくちゃ信頼してるので全部いいっていうぐらいいいです。本当に大好きなスキンケア。どのブランド1個だけスキンケアで使いたいって言われたら多分私エスティローダーって言うんじゃないかなってぐらい自分の肌に合ってるし、昔すごいなんて言うんだろう、肌荒れとかで悩んでた時があって、それはもう本当にやりすぎ、メイクのやりすぎだし汗かいたりとか仕事でずっと落とせないとかで悩んでた時の、私の大好きなお守りって言ったことがあるあのナイトリペアを使った時に次の日に初めてこんなに実感する美容液に出会ったなと思ったんですよ。それでそこからもうずっと大好きでずっと愛用してます。はい、こういった感じです。こうキメをねこう整えてくれてこう透明感が出るようなお肌にしてくれる美容液です。でも正直私まだブライトニングとかの効果をなんか実感したことが正直なくて、うわ白くなったなとかそういうのはなくて、シミそばかすだったりとかくすみだったりとか肌を均一にしてくれるっていうのが一番効果ではありがたいなと思ってます。はい、こんな感じです。すごいツヤって感じでしょ。これがもう本当に幸せ、私には。あ、今日も反射してると思って、これが結構肌荒れとかボコボコとかが多いと光をこう均一にねなんか持ってってくれないの、それがちょっとテンション下がる時かなはい、じゃあ美容液まで行ったら私の最大最大最大級の悩みのクマですね。クマって言っても私目元の皮膚が人よりすっごく薄いんですって。でそうなると本当にダメージを受けやすかったりとかすぐに老化しちゃったりとかするんですよ。だから人一倍目元のケアはすごい気使ってます。かるかな、なんかもう薄すぎて血管っていうかもうなんか骨レベルで見えてんの。こんな感じでやると分かりやすいんだけど、これ最初色素沈着かなと思って、色素沈着だったら逆に治るんだけど、これはもう透けてて血管とかがなんかもう無理なんですってだからもう向き合っていくしかないので、私もあと鼻の横のところにもでっかい血管があって、高血管があって高血管があるのでもう本当に悩みで、何かこれ以上シワとかこう薄い皮膚のところにダメージを受けたくないので、じゃん、こちらを使っています。ポーラリンクルショットのメディカルセラムです。シワを改善する薬用美容液、薬用なんですよね。ポーラに行ってこれを2つもうリピートしますっていう気持ちで買ったんですけど、その後すぐにリニューアルしてめちゃくちゃショックだった。だったら1個でよかったじゃんと思ってリニューアルすること言ってくれよと思ってめちゃくちゃショックだったの、ポーラの店員さんって。
まあでもこれでも気に入ってるからいいんだけどさ、こんな感じでね、なんかちょっと不思議な形になってるんですよ。で、これをシワにこう押し当てるようにして塗っていくんですって。でも本当に優しくね、塗っていきます。私はここにシワはできないタイプなんですよ、笑ったりとかしても。でもどちらかというとこの涙袋ないくせに笑うと涙袋が出現する、このここにねちょっとシワが寄りそうだなと思って、なんかボトックスするのもありだよってすごいね、なんか年上の先輩とかに言われるんですよ。若いうちに気になるなって思ったところにやっとくのって一番のなんか対策だから、そういうのやった方がいいよって言われるんだけど、ちょっとなんか注射は怖くてまだちょっと勇気がいらない、いらないじゃない、ないんですけど、どう思いますかね。普通にやってる人いたら教えてほしい。私も全然ボトックスレベルだったらやってもいいなと思ってるから。あとちょっと気になるほうれい線とか、あとおでことかに塗ってトン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 と、はい、こんな感じです。そしたら次にもう蓋をするクリームを塗っていくんですけど、もうね、泣きたいことに私がいつもいつも使っているニベアの青のクリーム、わかります？中学生ぐらいから絶対スキンケアの最後には、あ、そう、私ね、初めてスキンケアをやったのは小学校なんですよね。小学校4年生ぐらいから乾燥肌がひどすぎて、なんかこう粉吹いてたの、顔にまん丸いいっぱいで、それで母がね、あのスキンケアを教えてくれてやり始めたんですけど、そっからちょい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 こう日に日にさ、こう進化していくわけよ、私のスキンケア知識とかスキンケアやりたいっていう気持ちが。で、普通に中学生から結構しっかりとスキンケアをやってましたね。でも全然日焼けとかしてたから、シミそばかすとかあったんだけど、うるぼいだけはとにかく保ってました。で、まあいいや、話が違う。中学生ぐらいからずっと使っている最後にね、ニベアのクリームです。未だに私は最後の最後に保湿としてニベアのクリームを使ってるんですけど、ねえ、なんかないのよ家の中に。なんでだろうと思ってもう一回探してこようかな。なんででしょうね。ちょっと探してみます。ありました、隠れてました、嬉しい。本当にもう何本とか数えられないぐらい使ってて、だから缶のやつ使ってたんだけど、結構缶のやつはあのね、ちょっとね、後半ちょっとなんかこうブワブワってなってきちゃう、なんかちょっと酸化してきちゃうのかなと思って早く使わないから、なのでこちらを使ってます。こんな感じの量です。これちょっと出して、パール1台ぐらい出して、こう手の伸ばして、こう全体を覆うように塗っていきます。結構ベトベトするスキンケアが昔は苦手だったんだけど、今はもうそれがないと逆に落ち着かないレベルになってますね。で、ニベアのクリームは単品でこう手の甲とかに塗っても最初だけです、ベタベタしてるのは。後半は全然なんかこうただただしっとりしてるだけなので、ちょっとやっぱもうちょっと足します。首にも入れたいから、特に目元ですね、さっきの美容液とか潤いを逃さないようにしっかりと塗って、あとは首にもしっかりと塗っていきます。はい、こんな感じが私のスキンケアルーティンですね。もうほんとまさにほんとにこれって感じです。はい、こんな感じで私のスキンケアルーティンでした。どうだったでしょうか。肌がもうすごい元気というかさ、もう潤いが満ち溢れてこう発光してるような感じになってくれるので、スキンケアめんどくさいなと思う方も多いと思うんですけど、肌がね綺麗だねって褒められたりとか、そういうこととかがたくさん出てくると思うので、楽しく続けられていけるかなと思います。でもちょっと最後に言っておきたいのが、私あとなんかスキンケアは一つのものをずっと使い続けると逆に全然肌が良くなくなっちゃうタイプなので、意外とあの今やってるスキンケアが鉄板のラインであるけど、結構ね浮気したりとかします。いろんなのにやってる方が私の肌は結構吸収して、それをずっと保ってくれる感じなので、今日は夏のスキンケアということで結構ブライトニング系が多かったんですけど、ちょっと保湿だったり鎮静だったりとか、そういう風にスキンケアをずらしたりとかすると逆に肌がいい感じになります。はい、こんな感じで皆さん参考になったでしょうか。この動画参考にしていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。で、Twitter、Instagram もやっておりますので、説明欄からフォローお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さきのでした。バイバーイ。